西暦2020年、地球に突如未知の敵対生物イーバが襲来。その強大な攻撃により世界各国は次々と壊滅。アメリカの大地もその7割がイーバの巣となった。現存する兵器すべてがイーバに対し効果を示さず、一方的な蹂躙は続き、疲弊しきった人類は滅亡の危機に瀕していた。しかしついに人類は一つの対抗手段を手に入れる。イーバの体組織と金属を結合させた生体武装を開発。この武装を改造手術で組み込んだ特殊強化兵部隊アンチが誕生した。アンチの指導により人類は初めてイーババロン級を駆逐することに成功。この戦果をきっかけに人類は大規模な反抗作戦に乗り出した。アンチという新たな力に望みをかけて。これより諸君に本作戦の概要を説明する。作戦名はオペレーションドーン・オブ・ジ・アース、地球の夜明け作戦だ。これは世界各地に存在するイーバ生息圏、通称ネストのうちの一つ、アラスカネスト内に位置する敵エネルギー輸送プラントを露覚し、イーバ母星へ進攻することを目的とした大規模作戦である。本作戦はニューヨーク、ウィスコンシンを攻略し、カナダを経て最終目的地であるアラスカ到達を目指す。特殊強化兵部隊は第7艦隊の砲撃開始と同時にニューヨークネスト上空から強襲を敢行。全隊員の降下を確認後、ニューヨークネストの中心部グランドターミナルを占拠するバロン級イーバケルベロスの討伐へ向かえ。それでは諸君らの奮闘に期待する。地べたを這いずり回るだけの時はおしまいだ。血をかけ、敵を見つけ、奴らを殲滅する。さあ、人類反撃の狼煙を上げろ。全隊、オタカ・ビクター1、全員の降下を確認した。現時刻より、グランドターミナルに向け進軍を開始せよ。
とどめの一撃を見舞ってやれ。課題だけが取り柄のワニ野郎だ。かくて、どこを削り取ってやれ。あんま無理すんなよ。アイタル低いぞ。何やってんだ。弾くことができなさそうだ。うまく相手の裏側に回り込め。休んでる暇はないぞ。敵に挟まれたら急いで切り抜けろ。
この先グランドターミナル構内にバロン級の反応あり、発見次第殲滅せよ。可愛がってやれ。まずは左右の首から破壊しろ。HQ、こちらビクター1。バルン級イーバー、ケルベロスの沈黙を確認した。諸君、ご苦労。外周部隊を要請した。まずは次の作戦まで待機とする。先の戦いご苦労。ニューヨーク奪還作戦は成功。これにより人類は反撃への第一歩を踏み出した。以後このアンダーグラウンドネットワークをウィスコンシン攻略に使用する。地下網内の敵残存勢力および地形確認の調査を行う。歩兵第三大隊および偵察小隊は先行して地下網調査を開始せよ。特殊強化兵部隊は次の任務に備え自身の強化に努めるよう。分かっていると思うが、我々アンチの装備は特殊な生体武装だ。故に一般兵とは違い、武装の配給は行われない。より強力な武器を得たいなら自分で用意するんだ。分かったな。取れているか。よし、俺が生きているうちにこの戦いの記録を残しておく。俺たちアンチの力は絶大だ。この絶望的な状況を覆せるかもしれない。新兵たち、ジョニー、トーマスでさえ強化兵となった途端、一般兵とは比べ物にならない戦力になった。ニューヨーク奪還が成功してから部隊の士気も高まっている。希望が見えてきた。俺たちはきっとイーバに勝てるはずだ。